直線では俺の方が速いんだ。それなのに食いつかれるってことはコーナーワークで負けてるってことかよ。なんだ今の。匠の操る86に敗北したケース。アキナの86の登場は群馬エリアの走り屋たちに衝撃をもたらした。久々に俺が本気で熱くなれるターゲットに出会えた気がするな。あの86は俺がやる。こうして近くで見ているとまるで芸術だな。あのドリフトはあれがどんなにすごいことかわかるか、ケイスケ。やつは86という車を限界領域でまるで自分の手足のようにコントロールできるんだ。俺でもあそこまでは FC をコントロールできてない。感動的だぜ。真似てんじゃねえぞこのガキ。外から行かすかよ。あの野郎、頭の中のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。あんなドリフトのコントロールができんだよ。しまった、ガチなところであんたを出しちまったぜ。なあ文博、どうなるのかな。兄貴と86がバトルした。どうなるって、凌介が負けるわけねえだろ。分かってる。兄貴が負けることなんて俺には考えらんねえ。兄貴には絶対負けてほしくない。だけどあの86が負けるシーンはなぜか見たくない気がする。俺は同じ FR 使いの走り屋としてあの86の走りに惚れ込んじまってるかもしれないな。そして後に伝説となる赤城の白い彗星と秋名の86のバトルが迫る中、圭介は一人アキナの山を走り込んでいた。くそ、いくら攻め込んでもまるで使ってこねえな。土曜日が近づくにつれてどんどん息苦しくなってくるぜ。兄貴が絶対勝つのは分かりきってる。なのにこのしっくりこない感じは何なんだ。ふん、誰だか知らねえが、いいタイミングで出てきてくれるぜ。ちょうどバトルの相手が欲しい気分だったところだ。がっかりさせんな、ついてこいよ。美味しそうな夢に出会ったな。遊んでやるぜ。ケースケ、この加速はまさか、このヘッドライトの感じ、このエキゾーストGT-R か。黒の R3 にナイトヒーズの中里武史か。何にせよ GT-R にだけは死んでも負けらんねえな。アドレナリン限界の最大ブーストでちぎってやな。
がっかりさせんな。ついてこいよ。遠慮はしねえぜ。二度とバックミラーに映ることはねえ。なんであれほどのテクニック身につけてるんだ。奥が深いぜ。なんであれほど。登りで俺についてこれたからっていい気にならねえ方がいいぜ。俺の全開はあんなもんじゃねえからな。そりゃそうだろう。こっちだって全開には程遠いぜ。ムカつくぜ。ここで白黒つけてもいいけど、兄貴が86を任した後はどうせ妙義遠征になるんだ。その時までこの勝負預けといてやる。いいだろう、上等だ。